今回のたわわのわは鹿児島黒牛を使ったデリシャスな料理を紹介します。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。さあ今日料理を紹介してくださるのは料理講師の本田香織先生です。モニター越しですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。本田さんは料理教室の開催に加えテレビイベントなどにも出演しています。さあ今日のお料理は何でしょうか。はい、今日のお料理は鹿児島黒牛の赤ワインソース煮です。お家でも簡単に作れてこれからの季節にもおすすめなお料理です。美味しそうですね。それではレッツクッキング。メインとなる食材は鹿児島黒牛、その他の材料はご覧の通りです。詳しいレシピは JA 鹿児島県経済連のホームページでチェックしてください。まず最初の工程は何でしょうか。はい、まずは牛肉を一口大に切り塩コショウをしましょう。はい、で大体3センチ角ぐらいに切ってください。3センチぐらい、はい、切っていきます。おお、わあ、こんないいお肉切ることなかなかないからいや贅沢ですね、こんなにたくさんお肉が食べられるのは。牛肉の両面に塩コショウを振ります。赤ワインですね。次に赤ワイン、ケチャップ、ウスターソース、濃い口醤油、砂糖、ニンニクすりおろし、水を混ぜ合わせてソースを作ります。続いては、はい、フライパンにサラダ油を熱し中火で牛肉をこんがりと両面焼いていきましょう。はい、わあ、いい色ですね。おいしそう。牛肉に焼き色がついたら余分な油をペーパータオルで拭き先ほど作ったソースを加えます。うわ、で全体に煮立ったら弱火にして少しとろみがつくまで煮ていきます。はい、そろそろとろみがついてきました。はい、そのぐらいで大丈夫です。はい、器に移し生クリームをかけると黒牛の赤ワインソースに完成です。もうお肉がとっても柔らかくてこのソースのケチャップの酸味と生クリームのまろやかさがマッチしていて美味しいですね。これは特別な日にもいいですね。子どもから大人まで一緒に楽しめる味になっていると思います。これからクリスマスやそしてお正月も来ますからこういったお料理はいいですね。皆さんもぜひ試してみてください。それではたわわのわ。ここで番組からのお知らせです。鹿児島黒牛サーロインステーキを3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。